おはようございます。ももチャンネルです。今日は青梅が大きくなってきたので収穫風景を撮りたいと思います。こちら九州原産の豊後という梅になります。果肉が厚く大粒で種が小さいというのが特徴になります。この木は植えて15年になります。はい、お願いします。軽くひねると取ります。これから毎日少しずつですが収穫していきます。梅の木が15本ありますので200キロぐらい取れます。はい、今日は梅の収穫風景をお送りしました。ご視聴ありがとうございました。